ご視聴ありがとうございます。ダイクマンです。今回はハッピーバースデーの伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲は5フレットにカポタスト、 C コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で4種類、簡単に確認しておきましょう。 C コードの形です。3弦3フレットに小指を足して C7 の形です。 F コード、高座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず4弦から下を響かせましょう。 G コードの形です。ハッピーバースデーは3拍子、引き下ろし引き上げ1往復を3回繰り返して 1,2,3,1,2,3 とつないでいきます。では左手でネックを押さえて音を消して、ジャッカージャッカージャッカー1セットを計4回ご一緒しましょう。3カウントで入ります。1,2,3 ジャッカー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 3回4回ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。前半分のゆっくりお手本を先に聴いてください。ではこの部分、さらにゆっくりスピードでご一緒しましょう。3カウントで入ります。この部分が標準スピードに達すると、となります。続いて後ろ半分、まずゆっくりお手本です。ハッピーバースデーでは、さらにゆっくりスピードでご一緒に、今度は2カウントで入ります。1,2 ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。後半部分が標準スピードに達すると、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーとなります。今回の課題曲は言わずと知れたお誕生日のお祝いシーンに花を添える一曲、特にギターの音色は場面にマッチして喜ばれます。覚えておいて損のない一曲、ぜひ習得なさってください。全体の弾き方解説は以上です。なお、歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。ではこの後、ハッピーバースデーのお手本演奏をお届けします。弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。